ありがとうございます。アンデックスの高橋と申します。本日はよろしくお願いいたします。まず、弊社の会社概要を、代表の三島より、ご紹介させていただきます。はい、皆さんこんにちは。アンデックス株式会社の三島と申します。会社概要の方は私の方からご説明させていただきまして、当社のビジネスソリューションの方は技術の高橋の方から話させていただきます。よろしくお願いいたします。当社の方はアンデックス株式会社と言いまして、場所はですね、仙台駅の隣にありますアエルというビルに入っております。場所の方は8階になります。ここの8階はですね、仙台のインキュベーション施設といいまして、当社みたいなベンチャー企業であったり新しい事業をやる会社さんが、仙台市さんの審査を受けて入居できるという形になっております。社員数は19名、ほとんどというかですね、全員が技術系になります。で、役員がこの他に3名おりまして、全体で22名体制で、会社は稼働しております。で、会社ができてですね、できたのは、20年の11月17日、翌年の1月5日から、営業を開始しております。なので会社ができてまだ3年半という形で、会社は比較的若い会社です。社員のメンバーもですね、若くて元気があって、これから新しい分野にどんどん進んでいこうというような形になっております。で、震災以降いろいろな会社さんがご支援をしていただいてましてですね、その中で、これから話す我々のビジネスソリューションの方をモトローラさんの方と去年から取り組みをしております。取り組み内容としては、モトローラのハードウェアに我々のクラウドシステムを載せてですね、提供していく。で、販売方法はモトローラさんのリセラー会社の方、約100社があるのでそちらの方として、販売していくというような業務提携もしております。こちらはアライアンスパートナーになっております。で、下のところですね、アンデックスといってこう、赤いこのマークにこの人差し指という形になっているんですけども、これはですね、フランス語で、指針、方向という部分で、我々の目指す方向性はこちらですよと。で、それは、ウェブ技術で、進みましょう。そしてこの人差し指のように地域で一番を目指しましょうという形で、当社のロゴマーク、そしてアンデックスという名前にしております。こちらは取引先ですね、NEC さん、あと楽天さんがこちらに来てますので、楽天さんと一緒に、オープンソースで、ウェブ、楽天のショップであったり、その他のシステム、あとはソフトバンクさんであったり、いろいろな会社さん、地元の企業さん、いろいろな形で、お取引をしています。で、我々のビジネスというのはコンピューターのソリューション、企画から設計、製造、運用をしという形の一貫したサービスをですね、提供しております。で、先ほども言ったようにオープンソースのウェブ記事を使いましょう。もう一つはウェブ、そしてソフトウェアの販売ということで、3つの柱で業務展開をしていきましょうというふうに掲げてます。業務実績としては、結構固い仕事をやってるんですね。生産大手の生産管理系のものであったり、自治体系の税であったり財務であったり、そういったシステム、あとは、ちょっと前になるんですけども、 NEC さんとスーパーコンピューターの開発をやってたりですね、いろいろな開発、あとは保守の方はですね、仙台さんと一緒にですね、環境局のゴミのシステムであったり生活衛生、そういったものの製造保守、あとはですねサポートの方もやっております。で、我々がこう提供する部分に関しては基本的には、
ウェブ技術でまずやっていきましょうというようなご提案をしながら進めていくという形になっております。でこちらはまあこれから話すあの物流ソリューションになりますので、こちらはあの省きます。で、やっぱりあのアンデックスまだ3年半なんですけども、技術って大丈夫なんですかっていうふうによく、言われます。で今回お話しするのとはちょっと違うんですけども、まあ、地図とあと GP セルスを使った街歩きナビですね、まあ、街の観光して回るときに非常に役立つアプリなんですけども、こちらがですね、ITS ジャパン、人と物の移動の管理をする団体、まあ、簡単に言えばカーナビとか開発をやっている会社さんが集まって、その辺の技術をいろいろ研究開発しているところなんですけども、そこのですねアプリコンテスト、今年の3月にあったんですけども、このマップコミというAndroid アプリを、まあ、そのコンテストにいたしまして、全国のナミール会社さん、製品、をですね打ち破って、当社の方のマップコミが、防災アプリアワード最優秀賞をいただいている形です。こちら の, あの写真がですね、うちの社員です。私以外みんな若いですね、はい、平均年齢、20何歳だと思います。会社の紹介は、この辺にさせていただいて、あとはですね先ほどこれから話します、Android アプリケーション、まあ、我々が考えているのはこれからの時代はスマートフォン、タブレット、そしてクラウド、それをいかにこう結びつけて新しいビジネスを作っていくのか、そして、4年にも満たない会社が、まあ、あの歴史ある会社さんと対等にやっていくときにはどうしたらいいのか、その場合これから新しい、デバイスであったり技術を使って、一緒のスタートラインで戦っていく、そして皆様よりもちょっとだけいい提案をしていく、そういう形の、ソリューションを我々は考えております。ではあの技術、開発した担当の方が、アプリケーションの紹介をさせていただきます。はい、それでは、スマートトランスポート 3G ということで、業務用物流管理システムということで、ご紹介させていただきます。今現在、リリースされているものとして、Windows モバイル版、この下の細長い端末ですねと、あとは Android のタブレット版ということで、リリースさせていただいています。まあ、まずなんで開発したのか、こういったものを開発したのかといったところから、バックグラウンドということで、まず通信インフラの普及ということで、とあとはまあ高性能、また多機能な端末、スマートフォンの発売と、ウェブ技術の高度化、ネットワークセキュリティの高度化と、ビジネス環境の急激な変化と、まあ、震災もありましたし、そういった部分で、ですね、とスマートフォンとクラウドの普及というところで、まあ、コンセプトとして、まあ、自らの手でスマートにオープンにといったところで、開発をしております。まあ、このソリューションターゲットとして考えていますのは、まず、まあ、物流管理システムですね、運送配送業者様ですね、あとはその製造部品納入業者、ルートセールスやったり、まあ、その物が動くっていう部分で、まあ、物流に限らず卸売の薬品であったり日用雑貨、食品、酒販売というところで、ターゲットを考えております。現在導入実績といたしまして、今年の3月ですね、大手自動車会社様の物流部門で、導入されております。あとは、まだ予定なんですけれども、大手の住宅メーカー様の方で、まあ、グローバル展開ということで、予定され導入を予定しています。スマートトランスポート 3G の特徴といたしましては、
まず 3G 回線使いますので 3G インターネット利用で、屋外でも、からのリアルタイムな業務データの収集が可能となっております。また、物流センター社屋内ですね、社屋内では、無線 LAN を使用した、高速データ通信が可能です。またですね、小中物流、あとルート配送事業者様に最適な費用対効果を実現しております。物流配送業務、集荷入庫、あと出庫、配送、配達、お届けという物流配送の主な業務を、こちらで Web クラウドサービスで提供しております。またですね、端末に GPS の機能がついておりますので、それを利用した位置情報を利用して、今トラックが今どこにいるのかというような運行状況を、トレースするような、機能も、あります。あとは、配達した際ですね、モバイルプリンターを利用して、入居配達時のその受け渡しの領収レシートなどを発行することも可能です。冒頭にお話ししました通り、現在 Windows モバイル版と Android 版ということで、端末、リリースしております。まず、システム概要といたしまして、入居作業、あと入庫在庫管理ですね、出庫作業、配送配達管理という部分を、このスマートフォンの端末で行うことができます。でデータは、上の方にあります、デビサーバーの方で、管理しております。でこちらは、携帯 の3G 回線であったり、あとは、社屋内であれば無線 LAN を使用して、リアルタイムな、データの収集が可能です。あとはこの右下の方ですね、こちらが、PC の管理画面になります。でこちらでも、在庫管理であったり、あとは出荷の状況であったりというものも管理できますし、あとは先ほど言いましたとおり GPS を利用しておりますので、トラックの位置状況なども、管理がすることができます。こちらが、画面イメージですね。Windows モバイル版の画面イメージになります。まずログイン画面ということでドライバーコードの入力、あとはバーコードで読み取っていただいて、左側のメニューの画面になります。で入庫処理だと出庫、そこでは GPS の位置情報を送信する機能ですね。あとは、お届けする際に、インターネットのつながらない場所というのも考えられますので、そういったものを考慮して、データの取り込みと送信ということで、一旦取り込んでおいて、ネットワークが使える環境になった時点でデータをサーバーの方に送信するといったようなことも可能です。あとは、出庫の履歴であったりの、表示機能というものですね。続きまして、入庫処理ということで、まず商品コード、バーコードを読み取っていただいて、商品名が、サーバーから、取得すると、数量はこのように手打ちで入力していただいてというところで、入力した内容が次の真ん中の画面を一覧で確認することができます。でそこで送信ボタンを押していただくと、一番左側の画面になりまして、送信が完了しましたと。ここで、リアルタイムでデータの入庫処理が、完了するという状況です。で出庫とお届けに関しましては画面ほぼ一緒ですので、ちょっとこちらは省略させていただきます。一番左ですね、続きまして走行 GPS の位置情報を送信する機能ですね。でこちらは、トラックに乗るときに動くときに、位置情報を送信するっていう処理をしていただくと、随時
サーバーの方に位置情報を送信すると。で管理画面側は、それを利用してトラックが今どこにいるのかといったのをトレースすることができます。次真ん中の画面につきまして、こちらが履歴ですね。今まで出庫して何個出庫して何個届けたのかといったような履歴を見ることもできます。で一番左側が、アプリケーションの自動更新ですね。アップデートする機能も、あります。で続きまして Android タブレット版ですね、の画面イメージになります。まあ、同じようにログイン画面ドライバーコードを読み取っていただいて、メニュー画面、左側のようなメニュー画面があります。で主な機能は、Windows モバイル版と、一緒です。ただちょっと違うのが確認画面が、画面が大きいので確認はもう一つの画面ですることができます。まあ、同じようにバーコードを読み取っていただいて数量入力すると、一番左下ですね、リアルタイムに、今何を、入力しようとしているのかというものが確認できると。でこちらも位置情報を送信する画面ですね。送信開始、あとついたら送信終了としていただくと、まあ、今どこからどこまでっていうのが管理画面の方で確認できる。こちらは履歴の画面になります。画面が大きいのでこちらもいろいろ在庫の履歴であった在庫の確認であったり、あとは出庫の履歴と届けの履歴ですね、何個出庫して何個届けたのかというような、履歴を見ることもできます。でこちら管理画面側、 PC の管理画面側のイメージになります。でこちらまず在庫紹介ということで、品物がいったあとあって在庫数が一覧できると。で、端末側で入庫処理をしますと、こちらもリアルタイムに値の方が反映される形になっています。で次に、出庫状況、出荷状況ということで、今白抜きになっている部分が今運送中のものですね。であとはその他は、お届け済みということで灰色のグレーアウトされているというものになります。でこちらも、リアルタイムで状況が変わっていくという感じですね。で、このように地図上に、今どこからか、配送開始してどこで終了したのかといったようなものは、このような地図で Google マップ上で、確認することができます。今後の展開といたしましては、今現在 Windows モバイル用、あとは Android、タブレット用ということでネイティブのアプリケーションとして提供させていただいてはいるんですけれども、いろいろその iOS いけないのかといったようなこともお話もありますので、今後はですねウェブ化ということも考えております。ウェブアプリケーションとして提供すれば、どのような端末でも基本的には同じように見えるだろうというところで、ウェブアプリケーションとしての展開ということも今後は考えております。ただですね、いろいろネイティブアプリとウェブアプリの、メリットデメリットということもありますので、そういったものも、考えていかなきゃいけないのかなと考えています。まずネイティブアプリケーションの場合のメリットデメリットということで、まずメリットといたしましては、デバイスの API にアクセスが可能ですと。簡単にアクセスすることができます。カメラであったり、あとは写真がアップロードであったり、あとはその一点式コンパスですね、というようなものも、簡単に使用することができると。あとは公式のマーケット、Google Play であったり、あとは App Store であったりということで、キャリアが、その Google Play などにも
登録されればキャリアが勝手に宣伝してくれるというところであったり、あとは有料アプリで申請すれば、まあ、独自 の、 その決済手段を用意する必要がないというものもメリットとして挙げられるかなと思います。で続きましてデメリットといたしましては、まあそうですね、iOS と Android など各 OS 向けにやはりそれぞれ作る必要があるというところで、まあ、開発の手間、歩数がかかりますと。あとはまあ審査が厳しくて長くかかると、まあ、特にその Apple さんですね、こちら今現在、まあ、申請すると10日ぐらい返答があるまでかかるというところで、まあ、結構長い期間その申請に時間取られるといったところもあります。まあ、あとはその限られたマーケットの中でのものになりますので、まあ、その露出の奪い合いということで競争が激しいといったところもメリットとして挙げられます。あとはそのウェブアプリケーションとをした場合のメリットデメリットというところで、まあ、メリットといたしましては、まあ、HTML5 や CSS3 あと JavaScript ですね、jQuery などを使用したまあ、リッチな表現、ネイティブに負けないリッチな表現が可能ですと。あとは iOS、Android などの、各 OS に移動しないものを作ることができるというところで、まあ、こちらは開発費用というのを抑えることができるのかなと考えております。あとは、まあ、ウェブアプリケーションなので、その公式のマーケットの審査を必要としないということで、まあ、リリース時期を調整するというのも容易になります。そうですね、デメリットといたしましては、マーケットに依存しない分ですね、今度別な独自のその決済手段というものを用意する必要があるといったところ、あとはデバイスに依存する部分ですねの機能を使用に制限があると。あとはネットワーク環境の悪い場所では、まあ、当然動作が重くなったり、あとはまあ表示すらできなくなったりといったようなことも考えられます。まあ、こういったメリットデメリットをちょっと踏まえつつですね、今後その、スマートトランスポート 3G の、ウェブ化というものを、検討していこうと考えております。以上が、弊社サービスであるスマートトランスポート 3G の、説明になります。本日はありがとうございました。